12号です。本日も頑張ってまいりましょう。またちょっと炎上しちゃっている感じですけど、まあ、誘引バサミ、茎タッチ、吊る上げする時のあれです。あのに関していろいろ意見いただきましたね。リク・クロさんですね。茎タッチアルファ、これあれですよね。テンバットさんとキュウリトマトさんからもいろいろ意見いただきましたよね。茎タッチ、茎タッチアルファ高い、値段が高い、っていう等の話もあって、まあちょっと見たら25円ですね。だいたい25円1個、でアルファの方が25円なんで、あれでどのぐらい持つかなんですよね。2000個入りで4万5万弱だったと思うんで、そう、結局はそこなんですよね。こう止めるんで楽なんですけど、正直ですね、フルコンって言うんでしたっけ、ビニール紐、あれにこう結ぶ、めっちゃくちゃ早い農家さんとかいます。だから、クリップなんかでピッて止めるよりも早いんですよ。プルシッシュッ、いかにその経費をかけずに、技術力でカバーするか。多分そこが、一番の使わない理由なんでしょうね。クリップとかを、はい、劣化して悪くなってまた買い替えますから、そのためにお金かかりますもんね。ビニール紐っていうか、ナイロン紐じゃない、あれはなんていうんだろう、ポリの紐ですか、ポリの紐、あんなもんすごい安いですし、1本あれば全部できちゃいますから、それであとは手間だけでパパッパパッってやると一番安いと。であと片付ける時もガシャガシャガシャバーンってできるんで、外したりとかいらないんで、そういう意味で安くて早いっていうのが多分一番今まで、あまり普及していない理由なのかなと思いますね。それからですね、高島オンラインショップのワンタッチピンチっていうのを見つけられなくてですね、モノタロウのなんかピンチになっちゃって、ちょっとこれ見つけられなかったんですけど、はい、リク・クロさんでした。それからテンバットさん、テンバットさんの茎タッチは良かったですか、良かったですか、まあ慣れると早いですよね。あれ今回ツル伸ばしすぎちゃったんでやったら時間かかりましたけど、ついついまた指で結びそうになりましたけど、あれピッて止めれば、慣れてないんで、良かったと、結び手間が省けて楽だったっていうのは正直なところです。はい。でですね、そう、あの紐に茎たちのこの金属の部分を結ぶとですね、結局今垂らして親づるに結んでるのと同じだけの時間がかかっちゃうのかなと、思ったんで、結ぶんであれば今度紐自体も使い回しするような形で、もう結ばれてる状態で上のエスター線、まああれ金属なんですけど、鉄線なんですけど、そこに結ぶっていうんであれば、今のやってる作業よりも楽なんですけど、ただ今度柵の終わりにその紐を、つるの枯れたつるを解いてやって、綺麗にこう結んでとか考えてると、なんか今茎タッチ使ってますけど、今回初めて使いましたけど、やっぱり今までやってたのが一番早いのかなとかも思いますね。こんなこと言っちゃうと皆さんに本当失礼なんですけど、やっぱり時間、手間、まあ置いといて、一番経費がかかってないのが、ポリの紐で結ぶっていうのが間違いないですからね。経費はかかってないですね。ほんで、使い回しするような丈夫な紐にすると手間はかかりますけど、経費は、まあ、かからないと。ただ、ポリの紐はすごい安いんで、っていうところですよね。はい、渡辺さんですね。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。28、29に群馬県に直売部会の研修旅行行ってきました。カラカーゼ、沢、伊勢崎。私行ったことないですね。近いんですけどね、伊勢崎だったら。1時間。
かかんないですもんね。道の駅田園プラザ川田、これもここも行ったことないですね。館林は来なかったですか、ポンポコは。そこそこの売り上げ、研修か。直売所、直売所メインなんですかね、渡辺さんは。なんかいい情報、群馬ならではのなんかありましたか。それからトマトキュウリさんですね。抑制は成長が早いので全て一歩止め、反則性は二段に節止め。理由を聞いてなるほどなと思いました。成長が早いってことですね、一歩止めにするのは。まあ私なんか抑制も促制も関係なく、基本的には上段は必ず一歩止めみたいな意識ではいますね。下段とで中段、まあ中段まで最初は促者全部一歩止めで、あとはちょっと半放任気味になるっていうような感じになってますけど、まあ、適当ですね。そう、イニシャル D、バリバリ伝説、私両方ともよくわかんないんですよね。走り合いじゃないんです。残念ながら。はい。期待に添えなくて申し訳ないですけど、ただもう、まあ、特にイニシャル D に関してはもう、群馬の話ですからね、あれ。見ると見ちゃうんですよね。そう。イニシャル D も、フォースまで行ってるんですね。4シーズンまで。見たらやめられなくなっちゃいましたと。群馬ナンバーですよね。昔、大学の頃かな、そのぐらいですね。どっかの峠に群馬の車で連れて行かれて、ドリフト大会みたいの見てきましたけど、大会じゃないですね。非公式でしょうね。夜中でしたからね。何十台も上からドリフトして降りてくるんですけど、もうちょっと間違えば死にますね。もうなんか後ろ崖っぷちみたいとかで見てるんですけど、車がグワーって来るところ、車突っ込んできたらお亡くなりみたいな状態で、まああれもでも群馬特有なのかなあれ。まあその運転手が僕のまあ同級生ですけど、まあ走り屋系だったんで、はい、連れてってもらって感じですね。夜中に。はい、それから、ベッションフラワーファーム、小林さんですね。サンラインは使い回ししてませんと。はい、ちょっと、私が勘違いがありましたね。ダンポールをアーチにせずに立てて、上をサンラインで固定してたと。でそもそも単管で吊る上げすれば、そのサンライン自体はいらなくなるよっていう意味だったんですね。それからそう、このキュウリネット、私はあのこうひし形のキュウリネットしかもなくて、でフラワーネットっていうあの正方形のやつ、確かにあれも私の最初のお師匠様があのトルコ企業だったんで、フラワーネットをちょっと借りてキュウリネット代わりに使ったっていう記憶もありましたね。でそれが結構ナスとか用で、これは一回きり使い切りみたいな。だから値段も安いんでしょうね。キュウリネットも、でもあれ200円ぐらいですけどね。1本。私が使ってるのは250円かな。値段が、なんかフラワーネットって結構丈夫なイメージなんですよ。私そう、ナスじゃない、子供ピーマンで使ったんですけど、そう。まあやってた規模が少なかったんで、値段あんま覚えてないですけど、手広くやるとなると、やっぱりこっちが、キュウリネットほど安いのかなっていうのはちょっと気になりました。値段ちょっと出てなかったんですけど、このメーカーサイト見ました。はい、これは小山商事っていうんですかね、小山商事農業園芸用ネット製造、まあ、受注特注も受けたまわりますってことですよね。すごい。はい、ありがとうございます。それから二節止めの件か、まあ、3日おきの作業を7日おき伸ばしている状態ですねっていうことですね。であとはこれ、まあ今全然コメントいただけなくなってしまったお師匠様、さくらさんですね、からやっぱり雌花を意識した摘心っていうのも、あれはあれでやっぱ必要なのかなと思いますね。即死とか
孫ぐらいまでバン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 混まないように止めますけど、それ以降は不死なり品種だったらまあ一プシでバシバシ止めてきゃいいんでしょうけど、ちょっと飛ぶやつだと一プシ一プシなんていくと雄花だったりして、止めちゃったらそこから実はならないですから、そこからツルが出てきて次も雄花で止めちゃったりなんて言ったら、もう止めてる理由が分かんなくなっちゃいますからね。何のために止めてんだろうって、実を鳴らすためでしょってそうだから結構私も手に負えなくなって適当な節数で摘心したりしますけど、止めるときは雌花っていう風に意識してやると、ある程度収量は確保できる、まあ常識なんでしょうねと思いました。はい。それからタキアンテスさんですね。はい、こんばんは。ハウスのうどんこ、あ、今度はうどんこですかそして光合成細菌 PSD でしたっけ、巻きましたと。もう愛用ですね。やっぱ違いますか。露地とか温度が下がってもバンバンならないですかね。収量下がっちゃったんですね。でも天候にはかなわないかなって感じですよね。光合成細菌の能力も落ちちゃうんでしょうね。やっぱり温度とかも関係しそうな気がしますね。です。ですがないですね。はい。それからミニトマオさん、あ、ミニトマオさんか。キュウリトマトさんじゃなくて、あのクキタッチに情報をいただいたのは。それからサンラインはミニトマトの誘引紐に使ってますが、3年目の終わりにはボトボト切れると。ああ、やっぱり劣化しちゃうんですね、3年も使うと。で、切れる前の3年の終わりだから、3年で更新するようにしてますと。ありがとうございます。3年か、やっぱ直射日光で、紫外線で劣化しちゃうってことですよね。それからと、ちょっと飛ばす、流しちゃいましたけど、トマトキュウリさん、ですですね。睡眠不足です。です。竹谷さんがですを使わなくなってしまったので、ちょっとあれですね、拍子抜けしちゃってる感じですね。はい。それからですね、Facebook 塚原さん。はい、全国各国の農家さんのやり方を意見を否定せずに 何でも挑戦する姿勢は素晴らしいと思います。これもいろ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 まあまあありますんで、うん、農業系男子が応援したくなっちゃうんだろうなって思います。ありがとうございます。はい、9割5分は男性の方が見ているそうですね、シャトモエ。はい、最近はコメント返し動画2号の方がハマってますと。そう、縦林、昨日も夜降りましたね、結構。うん。分けたいですよね。でも明日あたり除草剤巻きたいんで、ちょっと早めに巻いて夕方降るのは勘弁してほしいですね。もういいかなって、しばらく。それから、はい、塚原さんからも、クキタッチ。はい、古賀のキュウリ農家さん。30件あるけど、未だに浸透されないようですと。使えない理由がある、なんかあるんでしょうかねって、先ほど、まあ、冒頭というか最近言いましたけど、それが、やっぱ多分、熟練の技がなす、芸術的な芸術的な匠の技っていうんですかね。なんだろう、それが早い、低コストで早いんだと思うんですよ。あれ垂らして、結ぶのが。パッ。やっぱりクリップってお金かかるしっていうところだと思いますね。で、星さんは麻紐で結んでると。この麻紐も、これはあれですね。一回切りのやつですね。おそらく。使い回ししない麻紐。麻紐、そっか、丈夫ですもんね。で、もしても問題ないと。あれ私も昔あったんですけどね、サンラインの代わりに麻紐、親づる麻紐、しかも土に分解されて土に帰っちゃうみたいな、戻るみたいな。そうだから穴掘って埋めときゃいいみたいな、キュウリの殻と一緒に。全然廃れちゃいましたね。
なんだ、一回私も使ったんですけど、弱かった。その時すごい強度が弱くて、切れることはなかったんですけど、伸びて垂れちゃうんですよね。あの、棚線で使った時は。うん、あれ、親づるを吊るす紐では使ってなかったんで、今、JA もなんか取り扱い、一時何年か前に農家さんに使ってもらっててやってましたけど、いつの間にかなくなっちゃいましたね。麻紐、これ星さんみたいな麻紐じゃなくて、白いやつでしたね。で、麻じゃないんだろうな。土に帰っちゃうっていうやつだったんだから。確かにそれはそれで、後処理も楽なんで、うん。そう、後処理も考えなきゃいけないんですよ。やっぱクリップ外すっていう手間、うん。そう。親づるを吊るすんだったら、低所本数で済みますけど、以前使ってた誘引ピンチ、あれ、何万個ですからね。それを外すっていう。そう。あれで1日2日かけちゃうんだったら、テープ。うん、それから、紅しぐれ大根、続けてきたら、お裾分けします。ありがとうございます。本当ありがとうございます。はい。こんなところでしょうか。はい、長くなっちゃいましたね、20分。はい、じゃあ今日も頑張ってまいりましょう。最初はピックピックじゃんけん、グー、じゃあまた。